キャットオレンジです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、以前ご紹介しました、災害用に、サラダオイルで、暖を取る、サラダオイルストーブのご案内いたしましたのですが、本日はそのサラダオイルストーブを販売しています、株式会社、ラムさんのご好意により、サラダオイルキャンドルプロトタイプということで、サラダオイルストーブ販売5周年を記念して限定生産したものを、いただきました。早速点火実験を行いたいと思います。大きさは小さくこれぐらいの大きさです。もうすでに中にサラダオイルを入れてます。キャップがついています。サラダオイルは、皆さんも、ご存知の通り難燃性のため火をつけるのに、少しコツがいります。ですが、火がつきにくいということは逆に言えば子供が火をつけて火事になるという危険性は、低いと思います。災害の時実際に使う時は例えばこういうふうなカップの中に入れて、こうすれば持ち運びが簡単だと思います。どれぐらいの明るさか電気を消してみます。映像ではちょっと分かりませんが新聞ならなんとかかろうじて読めるという感じですね。消し方は非常に簡単で、くじで消すことも簡単ですが、このキャップでも可能です。災害用にろうそくの他に、サラダ、オイルでサラダオイルキャンドルを用意しておくというのも、一つの防災に対する備えとしてはよろしいのではないかと思います。以上です。